うっせえなぁ、もう。もうダメだよ、もう。おい、みゆき。ダメだよ、じゃなくて。もう回ってるっつうの。何やってんの、お前。どうしたの。俺、多分、五月病ってやつだわ。五月病って何だよ。5月病なんて聞いたことない。しかも今これ撮ってんの6月だし。6月なんだけど、5月病だよ。どういうこと、まあ、意味がわかんねえよ。この間さ、6月から編集した作品を1本にするって言ったじゃん。その1本撮るのにちょっとネタがね、ちょっとね、思いつかなくて、ほんと。ネタとか言うんだ。まあ、そうなんだけどね。ちょっとやる気が起こんないよね、今ね。ほんと、ダメだ。今度サボテンと一緒にお前の香港とか行ったりとかしない。行くけど、別にいいやん、ほんと。いや、お前香港とか行ったりとかさ、俺放置してそのままお前どっかバカンス行ったりとかするって言ったよ。いや、ちょっと待って待って、ちょっと待って、一回黙って。黙んないとか言わないで。いや、黙れって。いや、黙んない、黙れって、お前。黙れ。いや、黙れっつってんの、お前。やめて。わかった、わかった、悪かった。じゃあ、あのバナナあげるから、ちゃんとね。お前にバナナあげるから、ちょっと黙ってもらっていいですか、そこらへんとか。なんかすげえ感じ悪くなっちゃうから、俺がさ。分かればいいんだよ、お前。頼むよ、お前。違うんだよ、ちーちょっと聞いてよ。本当にちょっとどういうものとして作ろうかなとか、すげえ今悩みに悩んで、本当にネタを思いつかないのよ。ね、お前いいネタある？俺にいいネタあるよ。俺が今考えてるネタなんだけど、普段路上行くじゃん。路上行った時にさ、お客さんとか盛り上がらせたりとかするじゃん。講演会も結構増えてきたじゃん。講演会の時に俺いつもゲイやってんじゃん。そのゲイやってすげえ盛り上がってんだけどさ、もっと、ま、盛り上がる方法知ってる？え、なんかお前盛り上がる方法知ってんの、お前。あんじゃん、それをさ、全員片っ端からさ、ぶっ飛ばせばいいと思う。ダメ、ぶっ飛ばしてダメに決まってんだろ、お前よ、ほんと。悲鳴じゃねえか、おめえがやろうとしてんだよ。いや、悲鳴でいいんじゃん。よくねえわ、悲鳴やったら、お前ほんと、お前特定動物だから、もう襲いかかったりしたら、お前他の業界の全体にお前影響出るからね、お前が送ったら。襲いかかんないでくれ、頼むよ、お前。ライオンと同じ扱いなんだから、分かった、頼むよ。ダメか。そういうことを考える時点で、お前サイコパスって言われるんだよ、お前。コメントにいつもちーちゃんサイコパスって言われてるの、そういうとこだよ、お前。ちょっと話変わるんだけどさ、 SNS お前やりたいんでしょ。まあ俺 SNS やりたいなと思ってる。プーキーズを参考にすればいいんじゃない。いや、ちょっと待って待って待って、おい、プーキーズさんな、さん、何上から言ってんの、ほんと。プーキーズのさ、カイとかさ。カイって言うな、お前。カイさんだから、ね、できればあのカイさんじゃなくてカイ様だからな、お前な、ほんと。動物業界の SNS のお前パイオニアみたいな人たちですからな、ほんと。すごい人気だから、もうやめてよ、お前。カイとか言わないで、めちゃめちゃ炎上するから、お前。ファンの方たちからもクレーム来るから、やめて、ほんとにそういうこと言うの。まあ終わったよ、じゃあ仕方ないから、カイくんって呼ぶよ。カイくんとさ、黒田っているじゃん。おい、人間の黒田さんな、それやめて、ほんとに。タメ口みたいなの、お前。俺猿だから。いや、そうなんだけど、猿なんだけど、撮ってんの人間界のやつだから。わかった、そういうところだよ、お前のいけないところ。頼むからさ、さん付けしてください、ほんとに。すごい方なんだからね。俺ちょっとしか知らないけど、この2年ぐらいしか知らないんだけど、でも大先輩だから頼みますよ、お前、ほんとに。いや、プーキーズさんの真似をすればいい。実は君には言ってないけど、ここ最近さ、プーキーズさんのネタを参考させてもらってますよね。だって分かんないもん。もうすごい素人だから、いろいろやったけどさ、やっぱりプーキーズさんのネタを今結構勉強させていただいてるわけ、こっちはね。参考にさせていただいてます、本当ありがとうございます。勝手ながらね、まあ、絶対コメント来ないと思うんですけど、どうやったらウケるかとかね、僕らが思いつくネタなんてプーキーズさんはもう2年とか3年前からやってるわけよ。そんなことね、俺らが一番だよ。お前一番じゃないから。俺ら全然一番じゃないから。なんなら YouTube って一番俺らあの新人さんとかルーキーだからね、本当ね。相手にされねえわけだ。参考とかっていうの大事だからさ、そういうことはもうどん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 パクっていこうぜ。パクリっていう言い方もやめてください。言い直さなくていいの、そこ。パクリって言わんで参考って言ってください、本当にね。表現の仕方でだいぶ変わるから、本当。まあ、いつかはさ、カイ君と黒田さん、俺が近くに行ってさ、握手してあげるから。握手してもらう方ですけどね。そんなとこでさ、あの人たちのやつを見て、お前も頑張ってくれよ。俺を貫くから、お前がさ、俺のこと引っ張ってくれないと、俺が全然輝けねえから頼むよ。わかりました、重々承知でございます。頑張りますんで、よろしくお願いいたします。ところでさ、最近さ、いっぱいなんか新人入ってきて。はいはいはい、新人入ってきましたね。最近俺、美咲はそんなにね、嫌になるから。あー、そうなんだ。最近新人とか、そっち側の方がね、いびりを始めてるから、美咲とかは怒んなくなったんだよ。そうなんだ。君の中でもルールがあるんだ。あかり、あいつまあ威嚇とかするんだけど、まあ俺のこと相手にしないんだけどさ、あの加藤ってやつ入ったじゃん。加藤さんな、加藤さんは一応先輩っていうか、まあ年上だから、あの加藤さん、さんつけて。あいつは気に食わないわけ。なんで、掃除とかもしてんじゃん、今一生懸命さ。俺のことなんかさ、いろいろブツ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 さ、一人でなんか分析しようとするんだ。いいやん、それ。一生懸命掃除をしてくれようとしてんだからさ、分析するよ、それ。分析とかさ、結構うざいよね、俺的に。
ちいちゃんちいちゃん大丈夫大丈夫だからねとかさ、威嚇しないでよって言うから、威嚇する原因作ってるのあいつだからね。まあそれはさ、分かんないこともあるから、だからそこ多めに見てあげてよ。人間もこうなんか掃除しながらさ勉強して、お猿さんたちも知っていくわけだからさ。まあでも俺ってさ、どっちかっていうと教えるっていうか、口しゃべれねえから前にしゃべってるけど、暴力的に解決した方が早いと思うんだよね。 あいつだからボコボコにしよう。やめて、ボコボコすんのやめて。じゃあやめて、すでにあのいつもその暴力的解決みたいなやめてください。本当にサイコパスなことを発言するのやめて。ちいちゃん足とかさ、すっごいあの感じ悪いしさ、いつもこの時期あのすごい毛が飛ぶから、あの毛飛ばさないでもらっていいですか、ね、最終的に片付けるのは僕なんだよこれね。というかさ、俺があいつらに教育するから、お前はとりあえず黙って見ててくれればいいわ。お前はいちいち突っ込むとかそういうのあのね、余計うざいから、そういった突っ込まなくていいから、次に任してくれよ。本当？本当？やってくれるの？お前暴力的解決しないで、あの人たち指導してくださいね。頼みますよ。分かった。まあできる限りな、暴力的解決もしないで実力講師で行っていくから。怖いよ怖い、実力講師が怖いんだわお前の。じゃあということでね、みんな楽しめた？俺が楽しかったらコメントくれよな。頼んだぜ。あと俺らの批判はダメだからね。俺らの批判すんなよ、全部ブロックすっからな。まあいろいろ言ってますけども、僕らねあの生意気ではございますが、どうぞあの面白かったらコメントの方よろしくお願いいたします。アニマル業界の皆さんもね、僕らのやつ見てぜひともあのフォローしていただけると嬉しいので、僕らもちょっと皆さんの恩恵授かりたいので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。俺ら協力しないとやめ。